嘘だわー、嘘って言ってくれよこっちが気になってしまう。もうダメだ、いけない、今日も今日もテーブルシティに行けないような予感がするわはい、ではね、今日もポケモンやっていきましょう。前回はなんとかタウンですね、なんだっけ、ここプラトタウンかあーに来て終わりまして、全然進まなかったね、ポケモンばっかゲットしてて。ということで今日はなんかテーブルシティに行こうみたいな話だったので行きたいと思いますけど、今日はね、ちょっと進みたいよね。あ、ダメだ。もう気になってしまう。もう、あ、なんだ？なんだ？なんかいた？あ、なんか暇だっか？お前暇なんだからいいよ。もう、とりあえず、倒すか。倒れろ。あ、コイキングレベル上がった。で、な、これ。ドッケシだ。ダメだ。こっちが気になってしまう。もうダメだ。いけない、今日も。今日もテーブルシティに行けないような予感がするわ。まあ、カットせんか、そうだ、カットせん、ネットボールな、これ、水タイプと虫タイプのポケモンが、ちょ、読ませろって、読ませろって、なんで水タイプは多分捕まりやすくなるのかな、虫ポケモンだらけ、なんかが捕まりやすくなる、なんだこれ、豚だ、あ、豚だな、豚、あ、グルトンだ、あ、こいつはややこまだ、羽根っこ、豚、ダメだ、もう全然違う方向行ってる、テーブルシティじゃない方向に行ってしまっている、あ、これ落ちるな、あ、これ止めねえんだな。これ飛べねえかな、ここなんかポケモンがいて、あ、なんだあいつ、あいつは、ちょ、待って、待って、あいつ、無理かな、無理だな、絶対無理だな、なんかあっちに新種ポケモンがいんだけど、3匹。無理だな、絶対。あいつさ、捕まえてんだけど、ダメだな。あれ、どうやって行くんだろう、あれ。ジャンプできねえんだからな、このポケモンって機能は。これ、タマンチュラだろ、これ、タマンチュラ、羽根っこ。お、なんか新しいのいる、なんだこいつ。こいつ新しいよな。これ、誰だお前。あ、これなんか星ガリス。お、星ガリスだ。あ、なんだっけ、なんか、途中でさ、ミライドン、ね、仲間にした時のさ、なんか襲いかかってきた。ミライドンのモンスターボールくれたやつは持ってたやつね、こいつね。まあ、とりあえず戦うか。いけ。構えろ、構えろ、構えろ、よし、OK。楽しいな。もうこいつは全員早く進化させたいんだけどさ。あ、どんどんレベル上がってくるな。尻尾デカは新しく叩きつけるを覚えたい。なんか今日、怖えな。叩きつけるってなんか結構さ、ひらがなで書いてから優しいようにも思えるけど、叩きつけるって結構凶暴じゃねえ技。叩きつけるの代わりに他の技を忘れさせますか。叩きつけるの代わりに忘れ技を。甘えるのは可愛いからね。手助けだよ、これ。仲間を助ける。手助けされたポケモンの技の威力はいつもより大きくなる。まあ、いらない。本当にいらなかったのかな、手助け。1、2のポーカン。だからなんで4つしか技を覚えられねえんだって、お前、ポケモンたちは。もうちょっと能力を上げろ、ポケモン能力を。え、何この、ホーバリーポケモン。え、どんなにかわいいよな、やっぱ欲しがりすな。何欲しがってんだろうな、お前はな。どんなにお腹いっぱい食べても、また腹ペコになるのは不安で、頬と尻尾に木の実を食べ、あ、そうなの、この、この顔のさ、頬はさ、なんか溜めてんのこれ。木の実を食べてんだね。欲しがりすにニックネームをつけますか、はい。はい。今回ね、ちょっと幸せなニックネームにしました。ほほ丸。ほほが丸いからほほ丸ということで、ボックスへ送ります。進化しねえかな、早く。進化も醍醐味だよな、ポケモンのな。で、これウパだな。で、こっちブタ、コダック。これルリリだな。チッポデカだな。ルリリでいいんだっけ、名前がわかんないんだけど。これが、あ、なんか黄色い、これ技マシンだっけ、これ。スピードスターだ。スピードスターばっかできないんだよな。あれ？あいつ新しいやつじゃん。こいつ、アメンボ、アメンボ、アメンボいいな、アメンボ。これ何ちゅうポケモン、こいつ。こいつの新種だな。アメ玉だって、かわいいな。じゃあこいつもね、お仲間にしていきたいと思います、アメ玉も。よし、ゲット。アメ玉捕まえた。あ、上がった、上がった。スネを新しく電光石火覚えたい。ニャオカが覚えるぞ、新しい技。目どきでいいです。爪抜きを忘れて電光石火を覚えた。アメ玉、アメンボポケモン。頭の先から水飴に似た甘い匂いで、そうなんだ。液体を出す。水草の多い池に住む。ほー。ニックネームをつけますか？はい。はい、ニックネーム、アメアメ。なんかもう特に普通にしてきたわ。普通の感じに。もうただのニックネームって感じにしてきた。アメアメ。アメ玉。
でも落ちんじゃねえよ。慌てて水の中から上がったって。なんで別にさ、そんな深くねえんだから別に、なんだこれ。あ、ここか。あ、こっち向いてる、コダック。なんだこいつら。コダック、豚、こっち向いてる。あ、どうも。なんだこいつ。こっち、なんでこっち見てんの。こっち来たら。なんかでっかいのちっちゃいのがいいんだけど、コダック。サイズが違うんだな、このコダック。でっかいコダックとちっちゃいコダックがいる。頭抱えてんな。すげえ、サイズが、でっかい方が強いんかな。まあいいや、無視。すげえなぁ。こんな感じなんだなぁ。今のポケモンってマジすげえな、ほんとに。ただそれしか言えねえわ。あ、跳ねてんな、ゴイキング。あ、なんかいる！誰だ、あいつ！なんかまた人がいるんだけど、なんかポケモンバトルしようぜみたいな話になるんだろ、お前。なぁ、トレーナーなら答えられるはず。なんだ、なんかな、お前どうした？なんかお姉さんだなぁ。絶対バトル仕掛けてくるよな。キミクエスチョン、ポケモン体力がなくなったら一体どうなるでしょう。瀕死状態になって経験値が手に入らなくなります。山ガールのリカが勝負を仕掛けてきた。佐藤リカが勝負仕掛けてきたって。山ガールのリカは怠けろを食い、おっ、いいな、こい、やっぱポケモンってのは可愛いよな。もう待って、つくか、待って、チアリア変えるか、なんか HP がもうやめんだよな、ポカンだな。よし、じゃあマジカルリーフ変更するか。別にそんな強くねえよな、マジカルリーフの方が絶対強いよな。かっこよ、マジカルリーフ。相手の怠け者倒れた。これ何人持ってんだ。あ、勝った、佐藤理香に勝った。え、正解この通り、戦う元気がなくなるで知った。あ、そうなの。あ、420円。あ、もうこいつから別に420円盗むの。ひどい感じ、ひどいな。え、こっちなんだ。これなんかジャンプできねえんだから、ジャンプできねえんかな。でもこっち多分いけねえよな。慌てて水の上から上がったって言うんだから、どうせ。まあ、こんなもんか。だからテーブルシティ思ったよりすぐ来たな。なんか行けるとこがなかった、思ったより。え？なんだ？なんだ？あ、びっくりした。びっくりした、こいつか。なんか覚えた。チアリーダー手助けみたいな名前覚えた。なんだ？なんか覚えた。まあいいや。ありがとうございました。あー、なんかまた新しいのいる。なんだこいつ。こいつはなんだ？何こいつ？蜂だ？蜂か、こいつ。蜂の巣みたいなのがなんか3匹なんかな、ミツハニーだって。ほらー、倒しちゃった。まあいいや、こいつゲットするよ、こいつ。いや、逃げんなって、ちょっと手に入れられる、手に入れさせろ。あ、レベル8、さっきより強いだ。ミツハニーを捕まえた。生まれた時から3匹一緒。ビーグインに喜んでもらうためいつも花の蜜を集めている。はい、ハニーで。蜜ハニー。あ、やべ。いや、別に手持ちは加えない。ボックスでいいです、こいつは。すげえな。本当になんかいっぱいいるの面白いな。かわいいな、こいつ。チアリーダー。踊り鳥。ブラッドターン。あ、もう戻ってきちゃったな。なんか、ブラッドターン戻ってきちゃった。なんかすぐ行けると思ってるけどな。やっぱり結局なんか寄り道してんだよな。こっちなんだ。結局寄り道してんだよな。テーブルさん多分今年行けん、こすぐ行けんじゃんって言ってたけど全然じゃん。またなんかいいんだよな。お買い物してバッチリ。なんでお前なんかこんなこそこそ近づいてんだ、このお姉ちゃんに。どうした？ナイスタイミング、ポケモン勝負のお誘いに。いや、誘ってないんですけど、誘いたいのはあなたをランチに誘いたいんですが、ダメですかね。お前の名前は何て言うんだ。学生の志保が勝負を仕掛けてきたった。加藤志保。もう何、もう全部なんか46グループのアイドルに従うんだ。ゆけにあおは。ネオだけどな。甘かじ。なんだ甘かじって。マジカルリーフはどうなん。あ、今一つなん。でも結構食らうな。仲良くする。仲良くなったな、お前ら。お前ら、攻撃がさ、仲良くなると攻撃が、まあそういうことか、仲良くなるとな、あんまり攻撃しちゃ、ま、悪いかっていう気持ちになるもんな。まあでも倒してた。甘感じで倒れた。え、何匹いんだ、こいつ。おい、加藤志保。お前何匹持ってんだ、ボンスターボール。あ、勝った勝った。加藤志保との勝負に勝ったわ。あー、売り言葉に買い言葉。あ、220円。あ、加藤志保から220円奪っちゃった。まあ、いいでしょう。はい、じゃあ、戻ろうって進めろっつんだよ。はい、じゃあ、あと行ってないのこっち側だよな。メタルクロー。
鉄鋼の爪で相手をだから読ませろって、なんかもう読む前になんかあれが閉じちゃうんだから、その内容が。でもこんなもんなのか、他に行けそうなの。あ、これ暇だっつうな、これ。これ暇だな。これ羽根っこ、またここになんかあるわ。なんかまたこうちゃ、お子ちゃまがいるんだけど。でもお子ちゃまさ、ポケモン勝負してさ、短パン小僧か。もしこっちが勝ったらだよ。なんかお金を奪わなきゃいけないじゃん、このポケモンの世界っていうのは。ポケモン勝負にさ、勝つとさ、相手からお金を奪うという、なんかとんでもない、やばいシステムになってるから、こいつからちょっとお金をな、カツアゲすんのはな、まあしょうがない。お前から お金をもらうことにするか。さっき捕まえたかっこいいポケモン見せたのに、何、誰捕まえたの、この辺で手に入んの。3番ごとのヒロキが勝負を仕掛けてきた。酒井ヒロキ今度はサッカーの、サッカーの人の名前になっちゃうな。はい、尻尾でか。戦う。甘える、叩きつける。あ、効果あり、効果今一つ、今一つ。叩きつけるか。なんかすげえ尻尾でか、こんな可愛い顔してるのにさ、すげえな、叩きつけて、こんなやつが。あ、倒れた。3番ごとのヒロキとの勝負に勝った。で、お金をこいつから勝つだけで、奪うんだよな。かっこいいだけじゃダメか。220円。かわいそう。子供の220円って結構重いぜ。うまい棒22個食えんだから。なんかまたいんな。やばそうなやつが。まあ、とりあえず、いっか。もっと強く。ヘルメット被ってんな。これ工事現場のおじちゃんみたいなやつだな。あんたを倒してポケモン強くする。なんか人を利用しないでくれるな。お前目の前に子供だぞ。作業員の智也が勝負を仕掛けてきた。なんかウィンクしてるなこいつ。作業員の智也はコリンク。あ、可愛いな。なんかやっぱポケモンってみんな可愛いんだな。これ相性どうなん。コリンクの威嚇だって攻撃が下がった。最低だ。いや、わかんねえ。バブル光線で強いんだ。強いのか。でも半分食らったか。体当たり。これ倒れる？あ、倒れねえや、まだ。ドンショック。あ、やべ、効果抜群じゃない？あ、そうでもなかった。水鉄砲。これで終わりじゃない？よっしゃ、倒した。あ、まだいる？もしかして。あ、かったあった。全然経験値上がんねえな、もう。レベルが足りなかったかな。賞金として600。まあな、子供よりは持ってるよな、お金はな。大人だもんな、お前はな。俺なんかまた新しいやついる。なんだこいつ。これなんちゅうポケモン。嘘八だって。嘘八を捕まえた。嘘八、盆栽ポケモン。まあ、盆栽だよな。どう見ても盆栽なんだよな、こいつ。体の余計な水分を目から外に、目から出すんだ。それ涙じゃねえの。水分は人間の汗に似ている。目から外に出すんでしょ、水分。これ涙じゃん。はい、なんか余計な水分をなんか目から出すっていうから、嘘泣きにしたわ。嘘八だから。嘘泣き。はい、ボックスへ転送した。もう、ニックネームが覚えられなくなってきたな、多分。あと、名前、ポケモンの実際の名前も覚えられねえな、多分。あれなんだこいつ？こいつ新しくね？あれ、ピチューじゃん、ピチュー。お前、ピチューだよな。いや、これ相性悪い、電気と。いや、これ仲間にしてるやん。ちょっと、ポケモン変えろ。変えろ。どうすか、誰がいいんだ、これ。パモにするか、パモ。電気と電気か、でもそうすると。電気と電気機。チアリーダーでいいか。電気飛行だもんな。チアリーダーでいいや。これはね、ゲットだわ、ピチューに関しては。これ、ピカチュウにしてんだけど、ピチューからピカチュウって普通に進化するんだっけ。野生のピチューの電気ショック。つつくでどんぐらいいく？あ、今一つなんだ。あ、尻尾振った。かわいいな、かわいいな、お前。あ、防御が下がった。戦う、はたく。嘘だろー、嘘って言ってくれよー。ピーチュー、ピーチュー、お前をゲットしたかったんだ、ピーチュー。ちょっと、もう一回ピーチューをゲットしたい。もう一回ゲットさせろよ、ピーチュー。これどうやったら出てくるの、ピチューが。ピチューだって復活するん。頼むよ。まあ、とりあえずまあ、こんなとこで行くとこ行ったな。ということで、ちょっとピチュー復活してくれ、頼むから。
あら、またなんか新しいやついた。なんだこいつ。なんかさ、また戻ったんだよ。小さじタウンの方向に。またなんか一番最初の街に戻ろうと思った時に、なんかまたこいつ新しいのいんだけど、こいつなんだこいつ。なんだこいつ。敷地化だって。ピチューどうやってゲットすんだ。あそこにしかいねえのか、ピチューは。なんだ、ほっぺすり、かわいいな、ほっぺすりすりだって、そんなの覚えるんだ。忘れる技。でもまあいいや。なんで4つしか覚えられねえんだっつって。ほっぺすりすり、かわいいな、ほっぺすりすりだって。敷地化、季節ポケモン。春の姿、可愛い見た目だが、草木の新芽を好んで食べてしまうので、農家の人には煙たがられる。あ、そうなんだ。まあいいや、敷地化のまんまで。大したなんかニックネームは思いつかなかった。じゃあどうすか。なんだこいつ。また新しいのいるじゃん。あ、これあれじゃない、なんでこいつ、ゴーストじゃなくてゴース?あ、ゴースだ、ゴース。でもレベル5か、これ。どうやって、レベル5って倒したんじゃない？次、舌で舐める。気持ち悪い、舌で舐めないの。これなんかもう HP 全開でこれ手に入んねえかな、これ。弱らせなくて手に入んねえかな。あ、手に入んじゃん。弱らせなくてもいいじゃん。あ、ゴース捕まえたわ。ガス状ポケモン。ガスでできた薄いから、どんな大きさの相手も包み込む、息の手を止める。怖えなぁ。はい、ニックネーム、怖え。怖えなぁ、つって怖えにしたわ。まだ手に入れてなかったやつ言ったわ。だから全然進まねえんだけど、今日も。なんだよ、もう。テーブルシティに向かって、テーブルシティ今回すぐ行けんじゃんってさっき言ってたのに、もう全然寄り道してんだけども。前回と同じとこ来てるな。またここになんかこれあんな。はい。あ、いた。前回のこれね、手に入れなかったから、こいつ、ピンプク。ピンプクをね、手に入れるためにここに来ました。あぶね丸くなる。なんだお前、丸くなって防御分かった。まあ、ジジ、お前もうゲットされるんだから。お前もうゲットされるの。もうゲットされるの、お前は。OK! やった、前回手に入んなかったピンプク手に入れた。ピンプクって何これ、ラッキーの進化前とかじゃないの。なんかラッキーに似てんね。あ、これキングレベル上がったな。あと9だな。ままごとポケモン。白くて丸い石を卵と思い込んで大事に持っている。巻き毛の形を気にしている。あ、そうなの ?24 キロだって。もういいや、ピンプクはもうピンプクってずっともうなんかもう染みついちゃったから、ピンプクはピンプクのままでいこう。まあこんなもんか。じゃあさすがにもうそろそろ行くか。じゃあさすがに行くわ、もう。もうまた小さじタウンに帰ってきたんだけど。やっぱ実家落ち着くんだよな。ただいまママ帰ってきたよ。ママあなたもポケモンお疲れ、みんなゆっくり休んでいきまっさい。いきまっさい。ドゥンドゥンドゥドゥドゥン。これ回復したな。たくさん休んでみんな元気。人間ポケモン疲れてきたら無理せずお休みしなくっちゃね。あ、星ゴリスだ。星ガリスってうちにいたんだな。なんか星ガリス、そう、野生の星ガリスじゃなくて、うちの星ガリスを持ってきてんだけど。さて、じゃあ、もういい加減行くか。ダメだ。ピチューが復活してない。ああ、こいつの下。ピチューが復活しねえんかな、あいつ。なんかピチューいたところに来たけど、ピチューが復活してねえんだよな。これピチューってどうやって復活すんだ、あれ。まあいいや。何日か経っちゃ復活すんだろうな。ピンプクもなんか復活してたし、いつの間にか。まあいいや、もうピッチを諦めるか。なんだあれ、なんだこれ、これなんか伝説の剣みたいな、なんか呪いの剣みたいなのがあるんだけど、ここに。これなんだこれ、カメラ。これ何これ。これなんだこの伝説の剣みたいな。マスターソードみたいなこの剣は何なんだこれ。まあいいや。向こうにも新しいポケモンいんな。あれどうやって行くんだ、あそこ。あのカンガルーみたい、カンガルーじゃねえや。カンガルーじゃねえな。なんでカンガルーって言ったんだ。なんだ、向こうにはどうやって行くんだ。まあいいや、とりあえずもう行くか。もうさすがにもう行くか。もうテーブルシーも今日もうすぐ行けじゃんって言って、もう40分くらい経って、40分だよね。もう40分以上経ってるな。もう1時間は経ってないけど、50分くらい経ってるわ、もう。行くか。あれ、なんかまた人いる。なんかあいつ、なんか話し、あ、まだここにもポケモンセンターあるな、これ。どうすか、まずこっちから行くか。こっちなんだ、こいつ。こいつ誰だ、なんか、ガソリンスタンドの店員みたいな服着てるけど、ここが、
なんだこれ。またポケモン勝負だな。小型 MC 配達の途中、配達員か。なんで配達の途中で勝負しなきゃいけない。お前配達しろよ。配達員に秀則が勝負を仕掛けて、いやお前配達しろって。ポケモン勝負してる場合じゃねえだろお前。配達しろよ。ここから送り出した。なんで配達にポケモン勝負してんのお前。謎だなマジで。いや配達しろって。はい、アタック。ここから倒れた。まあいいや、お金もらえるから。こいつはお金奪えるからいいや。配達には秀則との勝負に勝った。君に勝利をお届けだ。賞金として552円。お前の時給の半分ぐらいじゃないかお前な。うなずいてんじゃなくて、お前早く配達した方がいいよな。お前ここでなんかうなずいてんじゃなくて、お前仕事中だろな。早く行けって。まあいいや知らねえぞ。後で言及されても。ポケモン勝負してますか。してますけど。どうもポケモンリーグです。ポケモン勝負してますか。ここ南一番エリアで4人のトレーナーに勝ったら豪華な景品をプレゼントです。もう4人勝ってる。南一番エリアであなたが勝ったトレーナーは9人、あ、もう全然勝ってんじゃん。ポケモンリーグで豪華な景品のプレゼントです。レンジは弱い電撃を浴びせることで相手を麻痺状態にする。当イベントは他のエリアでもやっているので、そちらでもぜひ。ワザマシンだ、新しい。備えあれば、さっきまだすごい。こいつは話しかけられねえんだ。なんか豚がいるけど、そこに。これがモンスターボール屋で、こっちはポケモンセンター屋だ。ポケモンセンター屋ってなんだ。はい。お疲れのポケモン休ませてあげるか。休ませよ。それではお預かりいたします。すごいなぁ。これ充電式だもんなぁ。コイキング何にもやってねえんだけどな。こいつなんか回復してるわ、コイキング。お預かりした踊り鳥たちはみんな元気になる。そういえばご存知でしたか？ZL を押すとロックオン、あ、そうなの？ロックオンしているとき ZR ボタンでボール投げるとね、あ、そうなの？マジ？絶対すぐ忘れんだよな、この情報。あ、来た来た。もうとうとう、なんか羽っこなんでこんななんか、あ、羽っこにちょっと、羽っこをちょっといじろうと思ってたのに、なんかついちったな。いやでもようやくついた、テーブルシティに。長かったなぁ。すげえ、なんか見てる。おー、いう、あ、ネモだ。坂道のトレーナーたちと戦ってポケモン成長したいんです。坂道って何？乃木坂46と日向坂46と桜坂46のトレーナーたち。確かにいたんで、佐藤理香とさ、加藤志保がいたんだよな。え、どれくらい強くなったか勝負して試してみようよ。あ、試すの？やった、持つべきものは友達だね。それじゃあ言う、実りのある勝負をしよう。何匹いんだ？こっち踊り鳥なんだよな、最初。もうスネはいいんだよな。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。クワッスだ。じゃあ、あ、スネオだな。チアリーダーじゃねえよ。強くなってそうだし、今回2匹で行かしてもらうね。でもこっち6匹なんだけど、ねえ。コイキングはなんかポケモンのあれ入れていいんだからね。とりあえずもうスネオでいいや。こっち6匹いるんですけど、ごめんなさいね。なんか向こう2匹来てんだけど。いけ、相性のいいスネオ、ニャオハ。やっぱ可愛いよなこいつ、ニャオハ。待って、マジカルリーフ。これ一発でいくんじゃない？強っ！とうとうニャオハはここまで強くなってしまったか。タイプ相性ついてくるね。勝ちへのこだわり感じるよ。これスネオ出さなかったらどうなったんだろうな。相手に食わった。次誰だ、走ってくるの。次は、2機目は。ポケモントレーナーでもパモだ。じゃ、パモ対パモにする？でもそれつまんねえな。パモ、パモか。パモって何属性だっけ？炎だっけ？電気か。電気って何弱いんだっけ？岩か。岩だった気がする。でもいねえな。いねえからいいや。もうとりあえずスネオでいいや。思った以上押されてる。やっぱりユウいいね。パモ、ネモはパ、読みづれえな。ネモはパモ。モでモが被ってんだよ。ネモパモ。ネモパモ。まあ、とりあえずマジカルリーフでいいだろうな。あれこれ、属性どうなんだこれ。楽しみに私とっておき使っちゃう。何？何ですか？なんだこれ？なんだこれ？最近のポケモンにてなんか強えんだろ？こういう、なんかこういうのが大きいんだろ？これなんだこれ？光ってんな。輝いてるぞ。なんだこれ？でもだいぶ食らったんだけど。なんか使ったんだけど。すげえ輝いてるんだこれ。ポケモンを
テラスタル。減らしてるから減らしてるから、テラスタル。ちょっと読めなかったよ。2行目読めなかったよ。相手のパンモの電気ショック。効果は今一つのようだ。ダメじゃん。テラスタル、やっぱりそれ、今一つでもこの威力。あ、そういうこと？テラスタルってどうやんのこれ。テラスタルって、まあいいや、とりあえず、バイバイ。楽しかったよ。パモ。バイバイ。こっち、パモ。ネモのところじゃなくて、俺のところに来ないか。勝った。ポケモントレーナーの根本の勝負に勝った。急成長にびっくりだよ。あ、540円。まあ、根本割りかしくれるな、お金。なんだ、あの、テラスタルって。テラしてるの。テラスタル相手にそのままで勝っちゃう。テラスタルって、だからなんだって。知らないんだよ、私はもう。ルビサファ以来やってねえんだから、ポケモン。あ、そうだ、ユウはまだ使えないんだ。後で何とかしてあげる。どうにかしてくれよ。強いから忘れがちだけど、ポケモン始めたばっかりなの。そうなんだよ。勝負のお礼に、ユウに元気のかけらをプレゼント。元気のかけらを3個手に入れたら、なんかたくさんくれんだよな、ネモって。回復ポケットにしまった。ここはテーブルシティなのか？そしてこちら門の向こうが学校の街、テーブルシティだよ。なんかやっと着いたな。街の中は坂とか階段多いから、一休みして追いかけるね。とうとうテーブルシティか。テーブルシティじゃない、坂だな。なんかみんな学生がいいんだろうな。すげえ街。本当に今のポケモンっていうのはすげえんだなぁ。もう20年経つとここまで進化すんだ。追いついた、やっと着いたね。ここはテーブルシティ、パルデア地を最大、あ、そうなの、一番できるんだ、この都市が。昔から交易が盛んで、新しい技術や知識を求めてたくさんの人たちがやってくるの。え、髪型をいじれる美容室やお惣菜が美味しいお店もあるよ。ユウは何が気になる？いや、お前が気になるよ。美容室お惣菜。なんでだよ、なんでネモが気になるよ。ネモが選択肢ねえんだよ。美容室はお惣菜さんしかないんだよ。ネモは、ネモの選択肢入れてくれよ。もう、どっちも気になんねえよ。美容室。おしゃれさんだね。それともポケモン勝負で邪魔にならない髪型に。すごいよな。お前、ポケモン一筋だな。あ、勝負といえば。ユウにもテラスタル使ってほしいんだった。だからそうだ、テラスタルってなんだ。ちょっと手続きが必要だから代わりにやってくるね。あ、ありがとう。その間、ユウは街を見て回ったら楽しいよ。制服アレンジできるブティックやレストランもあるから行ってみて。私のおすすめはポケモンに持たせて便利な道具売ってるデリバートポーチかな。はぁ。え、一通り見終わったら学校の前に集合。階段すごいから覚悟してね。すげえな、階段。また後で楽しみにしてて。学校前に集合しよう。でもなんか見て回りつってたけど。学校前に集合して、ここは。ここはテーブルシティ。パルデで一応、それさっき聞いたんだけど。すげえな。でも学生じゃないのもいいんだな。ポケモン多いしね。キャー、シャワー。はい。何を言ってんだ？これなんだこれ。こいつポケモンか？星狩りっすかこいつ。なんか随分でかくないこいつ星狩り。星狩りっすの進化系だ、多分。いや、知らないんだけど、知らないけど、絶対星狩りっすの進化系だろ。学校で星型のサングラス流行ってるの、集団でかけてる見たからさ。知らない。私まだ学校行って、なんだこいつ？こいつも可愛いな。なんかポケモンみんなかっけ、可愛いな。家、うちの子もうちの子は、ポケモンってマジで可愛いんだな。なんか自動販売機だこれ。なんかいろいろ売ってんだ。自動販売機で欲しい飲み物は、美味しい水、最高ソーダ、ミックス俺やめる。金がないから、やめます。1万円しかないからな。携帯料金払って終わりだ。なんだこの辺、この辺はコーヒー屋か？当店はくつろぎの場、喫茶室、なぎさです。あ、うまそう！ポテト高くね？ 1450 円。アルファホール、コーヒーも850円すんだ。喫茶 D が1000円、高っ！こんなお金持ってないよ。これ全員に話しかけちゃって、これいくら時間があっても足んねえぞ、これ。ここは？ここ何や？
バラッドでーす。これうまそうだな。かわいいな。すげえな、マジで。本当に今のポケモンって。それしか出てこないんだけど、言葉が。言葉が出てこない、それ以外。裏道みたいなのがある、これ。こっちは絶対こっちじゃなくない？こっちではないんだろうけどさ。迷ってしまったよ。なんかこれ、あれ、フィッシャーズの元木さんみたいな顔してんな。道に迷ってしまったよ。マップアプリでも見るか。広っ！ここ何？ここ何ここ。正門からずっと歩いていくとセルクルタウンまで行けるよ。今は収穫祭のシーズンだね。ネモが待ってる学校に行こう。なんで行けねえんかよ。結局ネモとか行かなきゃいけねえんだろうな。ここにもなんかある。こいつ何やってんの？お前写真撮ってんのか？一緒に入らなきゃ。一緒にほら、イエーイチーズ。イエーイここ何？これ何よ、ここ。ほら、手作り安心。あ、お惣菜屋がさっき言ってたやつか。スライスエッグ、ポテトスライ、焼きチョリソ。あ、でもこの辺安いんだな。やべ、もう1時間経つ。これやべえな、もう。マジやべえな、これ。1時間やってるだけで編集がめっちゃ大変なんだよな、あれ。な、これ、ここは？いいものを届け、デリバートポーチへようこそ。道具売り場、スマホケース部屋、そんなんの？あ、にゃお墓場だって、かわいいな。今のやつあんま可愛くねえからな。まだニャオハのいいけど金がねえんだ。今、携帯料金を払うぐらいの金しかないからダメなんだ、今。飯でもどうよ。誰に言ってんだ、お前。なあ。飯でもどうよって今一人で歩きながら言ってるけど、なんか誰もいねえぞ、お前。誰に話しかけてんだ、これ。飯でもどうぞって。で、この辺は？なんかこれ何やだ、これ。缶詰ならうちにお任せだよ。バナナライス、イチゴスライス、トマトスライス、ピクルススライス。羽がないです。これどっちか来たんだっけ？いや、こっちか。真ん中突っ切ってなかったんだよな。で、ここポケモンセンターでしょ？広いな、マジで。マジで広いな、ここの街。この辺も歩いてるやつ。なんか、ポケモンいいな。お前持ってねえんか。ポケモンいいなって、お前持ってないんか。学生じゃないんか、お前。同じ制服着てるけど、お前、ポケモン持ってねえのか。あ、インチキ博士、インチキ、クラベル博士くれなかったのか。なんか今面白いこと言ってるの。子供って大変だって、お前。さっきポケモンもくれなかったんじゃない。子供って大変だ。まあ大人も大変なんだけどな。ここにもなんかある。すげえ、なんかいろいろ売ってる。関東からこんにちは。バナナクレープいかがですか。うまそう。いちごチョコクレープ。チョコバナナクレープ。とってもジューシー。ここ何や。串の鶏か熱々の一本。いや、うまそうだな。焼きおにぎりとピンチョモルの。こっちなんだ。こっちはこれ何や？これレストランか？バルキバルだよ。なんかありすぎじゃねえ？うまそうだな。パルデア。パエリアだな。超うまそうだ。トルティーヤとかなんだ。今日はどこのサンドイッチ屋さんで食べようかな。お前ら付き合ってんのか？同じ店の場所によって品揃えか微妙に違う。お前は夫婦？こいつは夫婦か？こんなもんか？ここの、ま、中央エリアは。この風船があるんだ、これ。家庭科、歴史。沢ちゃんの家庭科の授業とってもためになるのよ。誰だ、沢ちゃんって。レホ様の歴史の誰だ、レホ様って。あ、ピカチュウ風船だ。かわいいな、このピカチュウ風船。いいね、かわいい。どうもどうも。こっちは？え、こっちなんだ。こっちもあんのか。広いな、なんかもうあれだ、アイテムもあんな、これ。なんだ、このポケモン。跳ねてんな。跳ねてるわ。これしか言えんの。また写真撮ってんな。一緒に住んねえか。可愛すぎる。誰が？自分のこと可愛いと思ってんのか？そうか？それ失礼。失礼だろ、お前。失礼だろ、お前。こっちもポケモンセンターあんな。何個ポケモンセンターあんだ、ここ。広すぎねえか。この先は岩山。前が正解注意して。岩山抜ければ芸術の街、ホールタウン。絶対行くなって言うんだろうな。ほらな。ネモが待ってるっつって。とりあえず行くか。何？もう1時間以上経ってんだよな、もう。これ大変だ、これ、後で編集が。これ何分に収まるかな？なるべく短くしたいんだけど。絶対短くできねえんだよな。あ、な、これ本屋？あ、入れねえし。入れねえな。ここだな。で、ようやくこの先だな。なんかみんな学生だな。こいつ何言ってんの？テスト勉強してる。お前、ちゃんとしろよ。学生の本業だろうが。
つうことで、この先だな。この先行ったところが多分ね、ネモが待ってるところなのでね、今日はね、これで終わりたいと思います。もう1時間以上経っちゃってね、撮影が。あー、やべえ、なんか、ムービーが始まってしまった。君のスター団に入れば、王子様のように輝ける、なんかロケット団みたいなことなんかな、スター団ってな。なんか EV のリュック背負ってんな、こいつ。え、本当は何なの君さ、仲間と眩しい青春を送りたくないの？別に。え、こっちとら勧誘ノルマあるんだからさっさとスター団に絶対ロケット団みたいな感じだな。困ったな。見守る。助けろよ、お前。ということで、あれだな、これ、次回こっから行こうか。次回このね、絡まれてるやつを助けるところが行くんだと思うんで、じゃあちょっとね、今回これで切ろうと思い、また次回ね、この続きやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本当に全然進まねえな、一回の。ちょっとずつ進んでるからいいか。ちょっとずつしか進んでねえけど、まあ、お許しください。ということで、今回これで終わります。また次回この続きやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。